それでは最初のプログラムになります自然の摂理と生命の循環について提談していただきますご登壇いただく皆様をご紹介いたしますまず NHK エンタープライズエグゼクティブプロデューサー玄達京子様 続きまして作家の丹治文子様、うん、よろしくお願いいたします。えそしてこの環境会議ではすっかりおなじみになっております環境省事務次官の中井徳太郎様です。よろしくお願いいたします。うん ではここからの進行は源達さんによろしくお願いいたします皆様どうぞよろしくお願い申し上げます NHK エンタープライズの源達と申しますでは早速まずは中井事務次官からの講演をお願いしたいと思います中井様どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、まあ本当にコロナ危機でえ関係者の皆さんの本当のご尽力今回第七回目が開催されたことまず敬意を表したいと思います 今回のテーマ、自然の摂理と生命の循環、このコロナ危機、環境危機の大変な状況の中で、まあ、本当にど真ん中という、その,その哲学、思想をみながら共有するということしかもう、環境の問題の解決はないということかと思っております。これれはは出ますかかねあ,れでああでそうかれ画面はどどう 次のスライドに動かない気候危機のど真ん中でこのコロナが起こったということでありましてコロナは大変なんですけども実は6月12日に今年の環境白書政府の閣議決定という一番重い形で決めて公表している。そここで従来のこの 温暖化気候変動という問題を気候危機と言えるという気候危機という言葉を政府で初めて使いましたそれを受けまして6月12日に小泉大臣即座にこれは環境省として気候危機を宣言しますとこういうことの中でこのコロナと両方の状況にあるということでありますどこ緑をどど どこに向ければいいのこの気候機能、世界の異常気象の状況はもう皆さんもいろいろ報道でもお聞きかと思いますけれども、これも私もいろいろ気候の問題、講演とかで使っているスライドがもう数年使っているところ、いつの間にかです、ね、これ真っ赤になってしまいました、あの平均気温が3度、お赤い、こういう状況ですね。 昨年ですねヨーロッパで46度フランス、そういう大変なことになったと思いましたら今年はアメリカのカリフォルニアで,ですね熱波ということなんですけれども54度とかですねシベリアで38度とかですね大変な状況になっておりますそしてえーまあ日本ではまあこの九州の集中豪雨の大変な被害がまあ福岡、続いておりますけれども 昨年の台風15号、19号、これはもう暴走半島、東北、大変な被害ございました。で今年の梅雨の時期のですね、令和2年の7月豪雨ということで、この九州、大変な災害だと、まあ、こういう状況の中で、日々不安の状況でございます。でこれは自然災害にとどまらずですね、農業や一次産業、この海の水産、 すべてに今、影響がきておりますので、あのこの状況の中での対応が迫られているということはありますし、その雨や風だけではなくて、熱中症の気候がもたらす,です、ね、災害、熱中症の問題、深刻ですで、海の中でのサンゴの発火の問題とか、でこの一筋島マ化、えー、デング熱、まあ、こういうものもです、ね、日本にどんどん広がってくる危険があると。 いうまあ、そういう中で、えー。今回のコロナもですね。やはりあのこれは大きく人が人間活動がですね。自然とのあのバランスの調和を崩れる中で、えー、起きたという捉え方になってます。このピンポイントでこのコロナがそのコウモリからなのか、中国からなのかって、まあ、そういう問題ございますけれども、大きく言うと気候変動をもたらしている。人間活動のアクティビティが。 との境目をです、ね、あのバランス崩すことによって、まあ、今後のコロナを超えるようなまた次の危険ということもです、ね、常に気にしなければいけない状況です。でこれはあの二酸化炭素の濃度ですね、えー、過去数十万年にわたって 300ppm を超えることはないあの循環系がありましたけど産業革命以降250年特にこの50年 300ppm を超えて一気に 400ppm になっていると。 ここら辺のこの状況で、まあ、今回もあの自然の循環共生生命の循環ということなんですけどもやっぱり地球全体を生命体として捉えて、えー、人の体として考えると、まあ、これは何かと人間ドックでですねあの、まあ、肝臓のガンマ GTP の数値がお酒を飲みすぎて肝臓に負担がかかって急に上がってるアラートだとかですね 血糖値のコントロールが失敗して糖尿の要するにあのアラートが出てると、まあ、人間の体に例えて考えた方が分かりやすいんじゃないかと健康診断でモニターするとです、ね、これ非常に異常値が出てその結果病気としての症状が自然災害でありコロナでありと、まあ、こういうふうに考えますとあのこれ実は人間の体に、えー、この慢性疾患というかです、ね、習慣生活習慣病 これに対する対応というのは根本的な体質改善あの手術をしてちょっとすぐ治るということを超えたあの時間の経過とともに悪化してきたここの状況を超えるための根本的体質改善ということは食事療法また本当に適切な運動で、えー、足の先手の指の先までの末端まで血を健康に巡らして細胞が元気になると、まあ、こんなことでの体質改善。 だけどもそれには時間かかるので病気の症状は消えないと病気と付き合うっていうこと付き合いながら体質改善を図るこれが実はあの気候変動の世界で今ずっと語られているテーマです、えー、パリ協定ということで体質改善のところでいうとあの2度目標1.5度目標っていうのがありましてさらに病状が悪化しますのでちょっと今言ってるのは2050年までに 自然の地球の吸収力を超えないところに CO2 の出るのを抑えるというバランスさせるカーボンニュートラル根本的な体質改善ですね経済や社会みんなのライフスタイルが変わりますと体質改善をやろうというコミットメントだがにまあ私たちはとこれが今本当にできますかという大変な課題苦しい体質改善大変ハードル高いです 今幸い5年連続で下がってきてこもうすぐラインあの去年の数値も出る多分下がるんじゃと思うんですねあのただそれを80%とかゼロに持っていくと、まあ、こういうことを数十年30年でまあやらなければいけないと、まあ、こういう状況ですねで、えー、パリ協定が2015年同じ2015年に SDGs このバッジの世界の合意というのも17のゴールには危、ま、機、あ、が貧困 人の豊かさの目標はありますけれども、やはりそのベースとなる地球全体がもう限界にあると、そういう発想ですね、まあ、これも,もう言ってみると分かりやすく言うと、地球が一つの人間の体というと、まあ、負荷がかかって耐えられなくなる、普通だとの復元力を持ってますけれども、さっきのお酒で肝臓に負担がかかりすぎる例ですね、週末抜けば復元しますけど、抜かないで毎日飲んで、ちょっとお付き合いが良すぎると、もう肝硬変になって。 たらンンの方に行ってしまうそういうアラートの世界が生物多様性の絶滅の危機とかそういうものが出てるとこんな状況だというふうに言えると思いますそういう中で世界は変えろうということなんですけどまこれをまかねてからもうこの5年ずっと言いまくってるんです本当にどうやってできるかっていうことが問題で私どもは行くソリューションはこれないと本当に人類もう行き先ない。あの 病気がどんどん悪くなるだけですからできるということを確信、まあ、をみんなで持ってとにかくやるしかないといそれがあの持続可能な社会の姿ということで地域循環共生圏と私ども言ってます森里川海とこの自然の摂理循環共生系のこの物質循環の中に全ての生きと生きるものの営みがあり今は農産と都市という形でこの 人口の動態移動が進みましたけれどももう一回地産地消自立分散という発想でここに暮らしている私たちが生命体として自然の水や空気やエネルギーや食べ物や観光アクティビティ健康のもと全て地域身近にあるものとのお付き合いをちゃんと復元して有効に回していくと、まあ、こういう発想でいけば 二酸化炭素も化石燃料に依存して地球のいわば内臓にあたる中,中東のようなです、ね、どこかの化石燃料を地下から大きく持ち上げて大きく移動して森林を伐採して肺の機能を毀損してこうなっている状況その病気の状況を変えられると、まあ、こういう細胞末端から元気になっていくというような発想ですね、まあ、人間の体に例えてこう一個一個の人間の体でも37兆個の 細胞がそれぞれ一つ一つが駆動力を持った生命パワーを持って、えー、深穏なポテンシャルを持って、そこが自立し、助け合い、ネットワークし、循環していくと、まあ、こういうもので、えーまあ、組織のあり方とか、地域のあり方とか、国のあり方を見直そうというのは、実はあ環境政策のお考え方です。小泉大臣ののメッセージでで最初冒頭お移行ですねあのお 三つの移行ということを言いましたけれども移行した行き先はこういう生命系のあとあらゆるものが末端から元気になっていくとそういうイメージを私どもこういう今この図はもう曼荼羅ですね曼荼羅だったんですけれどもそれを究極に持ちながらやっていこうとそれは一人一人が軸を持って日々生活を見つめ直し 経済社会のことに関わっていくときに、まあ、この国際環境会議のテーマである、特和化ですね、そういう発想だろうというふうに私ども思っております。えー、本当にあの自然の摂理ですね、このまあ物質の循環と共生、物質と生き物とが違うのかと、ここも信用なテーマだと思います。全て生生きととし生けるものいう見方で 私どもの体に入っている水や空気や食べ物も体の中に入った瞬間にはその生き物の一部になるわけですしえその生き物である私たちはたどりたどれば両親がいてえその祖父,祖父母がいてたどりたどりたど,りたどってえまあ言ってみますと地球ができてまあそれを地球がたできる前をたどるとビッグバンまで何らかの連鎖の中での 途切れがないからここに今皆さんがいるという私どももいるとそういう重みを一人一人がみんな抱えているとそこまでいく腑に落ちるようなねところでこの局面21世紀の地球が病んでいる局面をですね一人一人が生きる力をもう一回見つめ直してですねえみんなが連携していれば少なくとも 今、カリフォルニアはまだ火災が大変ですけれども、この,あのカ,リカリフォルニアの火災を消すこと、森林火災を消すことを、まあ、やらなければいけませんが、地震が来ようがあ、津波が来ようが、雨が来ようが、この少なくともこういう心がある人々のコミュニティが延長しているこ、この世界はみんなで助け合って、えー、その自然の恵みも、宗像大社の過去を受けながらですね、生きていけると、とそういうに落ちるようなですね。 ところを広げていけばあこの地球全体までそ持っていくるようなそういう発想でですねあの政策を考える具体的にこの森里川の循環まさしくこの水のキーワードですね水が森から川地下水となって海に注ぎまた雲となりとこの中にすべての生き物の命があるというところこの 循環して全てのものが折り合いをつけて仲良くやってるというその状況をイメージしながらこのバランスが崩れて一極集中でこのビルに人が集まりすぎて逆にいるべき生き物がこちらにはバランスが崩れて人がいなくなったところに野生鳥獣の被害があるとかですね工作福祉地が広がるとかこちらはもうあの何を食べて何をエネルギーを賄ってるか生命体としての本質的なことを ちょっと見忘れてると、まあ、こういうのをやっぱり一人一人がこうもう一回見直すと、まあ、そんなところを大きな運動としてです、ね、あの大企業の社員の方も社長の方も学生さんもの地元の中小企業はじめ地場、ね、産業の皆さんも役所の職員も国会議員の先生もまあそういう時代に生きてるんだということをまあボトムアップ型で 共感を持っては、はあの森里川の恵みとかですね、そういうものをやれることがやっていこうというのが広がって地域に広がったのがさっきの地域循環共生。そういうことをやるとこの SDGs のマークがあの本物になると、こういうようなの政策展開を今しております。まあそういう意味ではこの森里川の恵みをもう一回確認し、自分が自然の一部であるという発想の中でいろんなアクティビティをしようと企業や 一人一人の行動を変えようよということを今、力強く進めようとしております。森里川美の言う言葉で今、象徴しておりますけれども、言ってみますと、自然、生命、生態系のあえてあらゆるこのいわくいわたい、絡み合ったこの生態系の中からすべての恵みがあり、私たちはそれに生かされている。 ある時は自然災害という形で叱りも受けますけどもそういうものと付き合い折り合いをつけながらやっていくというところへの眼差しをやっぱりあの健全な生命体として自分の健康として各地取りその健康である感覚をみんなで共有して組織や企業や経済社会の仕組みを変えようという方に30年頑張ればなんとかまだいけるんではないか という私どもの思いであります。え、ぜひ、またこの今日の会議、明日、明後日に向けてですね。そういう,ような、あの、この村方方、国際環境会議の思いは、あの。本当に、あの、大きく発信できることを期待しております。以上です。中井時間ありがとうございました。それでは、続きまして、あの、丹治様にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 あの男児文子と申します。私、あの軽井沢の森の中にもうずいぶん長く何十年も住んでおります。高度成長期の頃でしょうか？あの全てがあの早くて便利で簡単というその文明の言葉というんでしょうか？あの、スイッチを押せば何でも魔法のように。 叶うというそういう世界に疑問を持ち始めました脳というのは使われなくなるとたちまち退化してしまうのだそうですね、うん、文明はあの便利には違いなんですけれども本来人間の持っている素晴らしい能力を退化させていることに気づき始めました私は 五感を感じながらゆっくりではありますけれども決して早くということは求めずゆっくりと生きていたいそしていろいろ五感で感じながら生きていたいと思うようになりまして森に生きる生き方を求めました巣箱を置くとシジからが子育てをする様子がそばで 見ることができます。鳥たちの子育ての様子も素晴らしく感動的です。あの鳥たちは考えるんですね。子供をどう育てようかというあのことを考えている。そしてまあ、人間はね。あの親として塾に行かせたり。 勉強勉強と言っておりますけれども鳥は自然の中でたくましく生きる生き方を教えているような気がしてならないのですねであの鳥の中には鳥も性格がありまして同じようにゴアぐらいでしょうか生まれるんですけれどもどうもそのゴアがあのそれぞれに性格が違うようなのですね。 とっても勇気のある子はすぐにあの巣立ちをいたしますあのその巣立ちの日というのは親が決めるようなんですけれどもあ,のあっという間に威勢のいい子は飛び出すんですね。ですけれども中には気が弱いというんでしょうかなかなか飛び出せないんですね。それで兄兄弟弟もう早くに飛び出した兄弟たちが木の枝の 上で早く出ておいで出ておいでと泣き叫ぶんですねそして親もあの餌を虫を持ってきてあの巣箱の前でこうチラチラチラつかせるんですね外にはこんなおいしいものがあるよってあの言うんですけれどもなかなか飛び出せないんですねそれでその,あの巣立ちの様子を見ましたけれども私3時間その場にあの いたまま、あの、その鳥の子育ての様子を。涙を流して、あの、眺めて、あの、いたことがあります。このように、あの、鳥は素晴らしい子育てをしている。この地球上に生きるための勇気を子供に教えているんだと。そんなふうに考えるようになりました。あの、日々。ほとんど。外で過ごしております。 雲の動きや風の匂いがするんですね。今はもう軽井沢は紅葉が始まりまして、美しい。あの目が覚めるごとに森の色が変わるんですね。私は目が覚めるたびに朝森の様子を見るのがとても楽しみです。はいで、春は花が咲いて、そしてやがて秋には。 実がなります。そして森の中にはキノコがたくさん出るんですね。で、あの紫色のキノコがまああの敷き詰めるようにあって、私はおとぎの国に来てしまったのかしと思うほどに驚いてしまうことがありました。そのように森は恵みを与えてくれます。私はあの鳥たちと分け合いながら。 森の恵みを少しいただいて、ジャムにしたり、そんなことを楽しんでおります。冬はあのもうマイナス10度ぐらいでしょうかあの寒いんです。とても寒いので、暖炉のそばを離れることができません。あの暖炉この。火 暖炉あの今は文明が進んでスイッチを押せば、ね、すぐ暖かくなりますけれどもこの暖炉の火の暖かさというのはもうそれはもう言葉に表せないほどにあの暖かいんですねそれであの、まあ、軽井沢の人たちの中では、まあ、普通はくぬぎとか奈良とかねそういうものをあの薪にくべますけれども。 あの桜とか白樺とかはとても香りがいいんですねそれであのお客様用にあのその取って私もあの取ってありまして大事な方大切な方がいらっしゃった時にはまあ桜であったり白樺であったりそうしますと香りが煙の香りがとてもいい香りなんですね。 それであの私のところに来るお客様は私あのあの今あの日本三輪会というところでもう9年あの連載を書かせて頂い,いているんですけれどもその時の会長が「いや僕たちが行く時は松、ま、でもくべといて」って言われたらどうしようって <laughs> 言われるほどにあのまあ木もいろいろございましてあのきの 一生と言うんでしょうか思いながら薪をあのくべております。あ雪になり雪の日にはもう食べ物がありませんので小鳥たちが私のところにおねだりをあのしに行きますね。それで私の手のひらのはあのくるみそして餌台にあるのはあのひまわりなんですね。それでそこでもやはりあの勇気のある 小鳥と、気が小さい小鳥とあのいましてあの勇気のあるあの鳥は私の手のひらのくるみを食べるんですけれども臆病な子,のあの子はあの餌剤のひまわりを食べるというそういう不思議なあのことが起こりますね。はい、あこのの写真はあの 多摩川の源流の一滴なんですねこんな綺麗な一滴がやがて川となるそして海に注ぐその水の不思議さをいつも思いますあの今日もこんな素敵なグラスに水が置かれておりますけれども私はいつも一杯の水を飲むときに この水の果てしない旅を思ってしまいます。そして、本当にその水をいただけることが、こんなにあの感謝の気持ちでいっぱいの水をいただく。そんな気持ちを、あの、常々持っております。やがて、その水への感謝の思いを、オペラミスチという、あの。 水地に私のの思いの限りを託しましまた水地というのは水のせいというあの意味ですね「み」というのは水,あの,水のことで「ず」というのは「何何の」ということで「ち」というのは「せい」ということですね「水のせい」ということであります。うされば 山の八き一つの星を母としたいし寂しさに心とあば輝きは増し依頼心とく夕星よこれはあのオペラの中の夕星のアリアとして主人公の小太郎が歌う歌であります。このオペラ水は 宇宙からメッセージを送るように。あの。脚本の中に星の名前がたくさん切りばめられております。オペラ水は宇宙が地球を揺るがすように。動かす。そういうあのストーリーとして。書いております。あの先ほど今申しましたけれども。このユーボシというのは。 あの平安時代ではユウズツと言いましたしあの今私たちはユウズツと言いますユウズツではなくてユウゴシと言いますヨイの,の明星ですねでいわゆる金星のことでありますこの金星と地球というのはちょうど同じ頃に誕生したんです,ですねそれであの私たち地球は青い地球と言われ 水が豊富でそして木々が生い茂りそして私たちやそして小さな生き物までが豊かに暮らせる地球なんですね。ですけれどもあの一方金星は二酸化炭素が充満していましてあの地表は460度という高熱の星なんですね。であの先ほどあの 中井事務次官ががおっししゃれましたがこの地球も先ほどの表にございましたけれどもここ100年産業革命以後急速にその悪化している二酸化炭素が多くなっているというあのグラフを見せていただきましたけれど本当にここ100年の間に地球は 危うやがて地球は金星になるのだろうかというあのそういう危機が本当にもうすぐそばに訪れているわけですね。私たちは責任を持って次につなげなくてはいけないもう,もうあの猶予はない急がねばならないとそんなふうに私あの 準備次間の,の先ほどのグラ,スをあのグラフを見てそんなふうにドキドキいたしておりますあのオペラ水一を書きましたときちょうど2000年でしたそれで、まあ、私は古典をあの研究する傍らその今の2000年の私たちのことをその千年の昔に引き戻して 千年の人たちが私たちにこの地球の環境のことをメッセージを送っていたでも私たちが今2000年の私たちが3000年の未来にこの地球の大切さを送れたらということで3年3000年への未来へのメッセージというそういうあのつもりであのこのオペラを仕上げてましたですけれども 本当に今思いますればあの頃はまだそういう3000年の未来ということに希望を持てていたんですけれどももう3000年の未来なんてないかもしれないそういうあの恐ろしさに震えておりますそれでは少しあの水地のお話をさせていただきたいと思いますこの場面先ほどの場面は 昔々、今は昔と歌いながら、千年の昔にスリップするというと,ところですね。それで、この今、小太郎が出てまいります。先ほどの夕星のアリアを歌った。小太郎小太郎なんですけれども、この平和な村は突然左に襲われます。まあ、あの気候変動とでも申しましょうか。このように雨が降らない。 と、それで村人たちは困るわけですね。小太郎は雨を降らせることができるという水ずを探す旅に出ます。小太郎の苦しい旅は？小太郎は苦しい旅を重ねることで、この地球上に生かされている己の姿を気づくのです。迷い込んだ。<laughs> あすみません、お水をいただきます迷い込んだ黒姫の住みか、コタロは雨が降らないのは水地がおし押ろ毒に捕らえられている、それで雨が降らないのだということを知らされます。小太郎は 火星を求めて訪ねた重藤の館で美しい夕月姫と出会います。ここでもあの天宇宙のあの月ですね。夕月姫という人に美しいお,お姫様に出会います。そして重藤はたくましく成長した。小太郎を見て。その人の世も旅なりということに。 気づくのですね人は人生という旅を続け次の世に命をつなげていくのだとはっきりと分かるのですね人生の世の再生を見るのですねい,いずれ自分は死んでいくんですけれどもたくましい若者が現れたという次世代への希望となります。そして すべてこの若者に託そう。次のようと、あの、これも、あの、すごく勇ましい。重藤のアリアとして、まあ、オペラの方たちの中では奪い合うような役柄なんですね。皆さん、重藤になりたい。バリトンは皆さん、重藤になりたいと言いますし、あの、テノールは。 小太郎になりたいという奪い合うようなあの大変あの素敵な役柄であります。そして、苦労しながら皆み,みんなで力を合わせながら水地を探します。水地を救い出し、再び平和な村に戻ります。人々は美しい。自然を守ることが。 地球の永遠につながることに気づくのですね燃え木色けぶる赤木の山よ山桜か散り急ぐ枝に鳥の来て悲しみてなく吹き割れの滝音をまさりて美しき故郷さともみじする西木春な染めれば 赤きおばとりてどかざし青きおばおきてどしのふ松渡る風かざおとさやか美しきふるさと夕 <laughs> げの咲く湖のほとりつぶらなる君町多摩をまなうらのふるさと遠く行くたびか心さまよう美しきふるさといつの日か我帰らざらん美しきふるさと 皆様もきっと懐かしい故郷をお持ちのことでございましょう。皆様の美しい故郷が永遠でありますように願います。ありがとうございました。したでは、私のパワーポイントをお願いいたします。 あの今、本当にふるさとというものがいかに大切かということをあの丹次先生さんが伝えてくださったんですけれどもあの今日は本当にこのような素晴らしい会議にあのお招きいただきまして光栄でございます、ありがとうございます。私自身は2007年 あたりから IPCC の第4次の報告書が出たときにこれほど地球という私たちのふるさとが危機に瀕しているということにショックを受けまして以後13年余り毎年この気候変動に関する番組を放送してまいりました実は今年のお正月1月1日にはあの10 years after 未来への分岐点という NHK スペシャルを放送して私たちにとって この10年がふるさとを守る正念場なんだということをお伝えしたばかりでしたところがまさかコロナということでえ本当にこのウイルスに今私たちは立ち向かっているところなんですけれども、まあ、こういうウイルスの番組を作って専門家の先生方にお話を伺いますと実はこの新型コロナウイルスの出現には自然環境の破壊が大きく関わっていると本来だったら森の奥に 封じ込められていたはずのそういう未知のウイルスが人間が開発を進めることによって出てきてしまっているそれが今回のパンデミックにもつながっているとこれはある意味まさに自然からの警告ではないかというふうに感じています一方でコロナで経済活動が止まったことで数十年ぶりにインドからヒマラヤ山脈が見えたというニュースも 入ってきました逆に言えばどれほど私たちが地球を汚染していたのかっていうことかもしれません。で逆にあのこういうコロナっていうのは今まで目に見えなかったものを見えるようにしている何かを私たちに教えようとしてくれ,るくれているんだってことを感じています。あの貧しさや格差のの問題とかもも見えないものが 改めて今、浮き彫りになってきているんですがそうなってきますと今、問われているのはこのコロナをきっかけにどうやってより良い世界に復興させていくことができるのかと CO2 も少しはあの経済活動減ったんですけれども止まったことで放っておけばすぐ体重と一緒でリバウンドしてしまうんですね。 これをリバウンドさせないでどうやって真のパラダイムシフトを起こすことができるのかこれを正月のその未来への分岐点というところでもお伝えしたグラフなんですがこのまま CO2 を出し続ければ4度近くも気温が上昇してしまうと考えられています一方でこの2020年がまさに分かれ道にあると。 箱根駅伝に例えれば今年から今すぐ山下りをしなきゃいけないともうだっとのごとく山を下らないとこの1.5度っていうところにはたどり着かないとそれが今問われてるこれがグリーンリカバリーという考え方ですポストコロナの社会はこれまでの大量生産大量消費大量廃棄の経済に戻るのではなく 持続可能な経済へと転換するパラダイムシフトを起こそうとどうせ巨額の資金を投入して経済復興するならこっちにお金使おうよっていうのが今世界のトレンドなんですねで冒頭あのリデザインという言葉を小泉環境大臣もおっしゃっていましたけれどもとにかくあの鍵を握っているのは脱炭素,脱炭素社会循環経済分散型社会というこの三つの 移行こ,これが今本当に求められています鍵を握るのは再生可能エネルギーこれはまさに自然からの恵みですそしてもう一つがサーキュラーエコノミー循環経済です例えば世界の企業は今コロナ禍にもかかわらず次々野心的な目標を打ち出していますアップルさんはすでに再エネ100%を達成され えー、なんと2030年までにカーボンニュートラルを実現するんだっていうそういう力強い宣言をしたり、まあ、将来はリサイクルしたこう iPhone との部品とかでもですね新たな資源ではなく地上資源だけで製品を作るんだとそんなことまで言っておられます。 他の企業でも H&M さんなんかはファッションのファストファッションのメーカーさんですけど H&M の前世なんていうキャンペーンをやって海のプラスチックから作ったです、ね、服を売り出したり。 あるいはコカ・コーラさんとか、まあ、もちろんネスレさんもキリンさんもみんな今やってらっしゃいますが、えー、なんとかこういう2025年ぐらいをターゲットにですね使い捨てのプラスチックをなくそうなんてとにかく今コロナ後の世界を良くするために世界の企業も動き始めています私自身もですね「脱プラスチックへの挑戦」という本を今年出版させていただいたんですけれども これはやっぱりプラスチックの問題がここまで浮かび上がっているのは一つは生態系のためです。なんと食物連鎖の要であるプランクトンもマイクロプラスチックこれ緑色に光っているの,あの実験ではありますけどえプランクトンの中にあるマイクロプラスチックなんですけれども本当に今生態系がピンチになってカメもピンチです。私たち自身もも5ラのプラスチックを毎週食べてるっている言われていますでも 実はもう一つプラスチック問題の背景にあるのは、えー、地球温暖化、まさにこの問題なんですね。プラスチックは、えー、石油から作りますから、作るときにも、それから移動するときにも、捨てるときにも、えー、CO2 を排出しますし、最新の研究ではプラスチックそのものから、えー、劣化するときに、 メタンガスとても強い温室効果を持つガス,ガスとか一連ガスが出てるってことも分かってきていますですから今グリーンエコノミーあのグリーンリカバリーの要にサーキュラーエコノミーが入ってるのは EU なんかはこういうことも頭に入れてやっているんですで次々高い目標を出してます EU はにあの2050年のカーボンニュートラル CO2 実質ゼロを実現するために なんと2030年に少なくとも55%を減らそうということを目指して今協議中ですあの中国も2060年にカーボンニュートラルを目指すとこの間国連総会で宣言しましたアメリカちょっと今日の討論会どうだったのか気がかりですがバイデン政権になれば200兆円規模のグリーンリカバリーをするというふうに見られています日本もどうも2050年カーボン ニュートラルを宣言するのではないかと高ま期待が高まっているところですが時間との戦いいが始ままっています先ほどから言われている通り今年は北極圏のシベリアで気温が38度もうとんでもないです、グリーンランドの氷も溶けまくってこれでは永久凍土が溶けてですねまた新しいウイルスやそうメタンガスまでも噴出してしまうと言われています。アマゾンの森が燃えている これはもう水の循環ということでで一番ピンチですこのままいくと森がサバンナみたいに変わってしまう水の循環が変わることによってそういう今危機に今ひしています。 まあ今日は時間がないので詳しいことは言えませんが、ティッピングポイントと言われるあるポイントを取り返しのつかない、後戻りできないポイントを過ぎると、温暖化のドミノ倒しが起きるのではないかと科学者は警告しています。そうしますと、先ほど丹治さんがおっしゃったように、ある種ホットハウスアースという、まるで金星のような星を目指すような、灼熱地球に変わってしまうと言われています。まあ 1.5度から2度のこのパリ協定の目標をですね守らないとサンゴ礁は絶滅してしまうグリーンランドの氷も溶けてしまうこれは我々の生存に関わる問題ですまあこの警告をどう受け止めてこの1.5度という地球のいわばガードレール防衛ラインを守れるかどうかっていうところが今問われていると思いますま。これの ウェディングケーキと言われる構造ですけれども一番大事なのはこの環境という土台が崩れてしまったら社会も経済も成り立たないんだっていうことを多分皆さんコロナで実感されたのではないでしょうか。ですから私たちはやっぱりこれを機に今こそこの10年を生存をかけた正念場の10年だっていうことで一人一人が 行動に移してパラダイムシフトに向けてチャレンジをしていくそんな10年にできたらなというふうに思っております。ではあのここでちょっとありがとうございました。では本当にあのこの3人でのあのなかなかユニークな顔ぶれの3人になっておりますけれどもあの他のあの私たち3人の話をちょっと今日聞いたう。 上でですねどういう感想を持たれたのかあの改めてちょっと伺っていきたいと思います長い時間はこのタンジーさんの話も含めてどうお感じになられましたかタンジ先生平安の1000年前そして3000年をということを2000年の時点からオペラ美術師という形にされてまあ、その後からちょっとお付き合いがあって 考えれば考えるほど今谷先生が大事だと言ってることをみんなが気づかなきゃいけない世の中になってしまったなと政策というですねある種非常になんて無機質的なものとかのお金とか制度とかっていうことで世の中やあの経済の仕組みを変えなきゃいかんっていう、まあ、そういうふうな皆さんの認識があると思うんですけどもやっぱり根っこのところはこの,このままではだめだっていうところはもうはっきりしてもう 私たちの生存基盤の地球が壊れてる病気だとそこのどうやったらあと30年で1.5度で収まるような世界に変えられるかってい時にまあもちろんいろんなあの再生エネルギーであったりサーキュラーエコノミーの仕組みであったり技術であったり企業お金の使い方であったりってことなんですけどやっぱり根っこのところでやっぱり丹治先生がおっしゃってるまあ美しい 自然のねあの恵みにつくつまえた私たちの生命体としての,あのせ存在がこの地球をふるさとの懐かしく思いですねこれをつ,けつなげていくんだっていう思いのところを危機感と危機感だけでどうだどうだこれ困った困ったっていうあったふたしてじゃあうちだけ生き残ろうとかねえも,うもう全部ブラジルやもうあっちはもうだめなんでうちだけ生き残ろうとかじゃなくてやっぱ日本人的に ほんとみんなであのオペラの中で書いてやるに助け合ってそこで私たちの基盤を作りながらやっぱり地球規模でのアクティビティ発信してそ,のそれこそアジアやアフリカの皆さんにもねこの水地や私たちこの日本の良さを知ってもらってっていうのをまあ時間源田さんおっしゃってるようにこうもう時間のない中でやるって本当にそういうみんなで気持ちまず腹合わせして。 2020年の時点からこうかなってそんな感じがしますけどね。丹先生いかかがでしょうか、はい、あの日々私はあの文学とか音楽の中であのおりましてあまり私が一生懸命にあのこのことを伝えようとしても。あの 響いていいいてただけないことの方が多いのですねそしてあのオペラをする演じる方たちにあなたたちが一番大事なのだってこれを伝えてくれることがあなたたちの役目なんですよってあの申し上げることにしているんですけれどもでも今日はこうしてねあのここに呼んでいただきましてあの熱い皆さんにお会いできて私はなんかすごく力強く あの私自身が力をもらえそうな、そんな嬉しい気持ちでいっぱいです、本当にあの仲間が増えたような、そんな気,、ま、あの気がいたしております。あありりがとうございますやっぱりあの 3,000年の未来を見るっていう視点が普通はない私たちの世界ではなかなかないんだけれどもやっぱりこのサステナブルっていうのの基本は次世代に受け継いでいく受け渡していくバトンを渡していくっていうその当たり前のことがもしかするとできなくなってその次世代がより良い社会であるっていう私たち人類の発展が当たり前に思ってきたことが。 次世代の方が暮らしが厳しくなったり異常気象に見舞われたり。 森の中で豊かに五感を研ぎ澄まして暮らす豊かさが享受できなくなるかもしれないっていうそんなことの大切さをやっぱり詩人ならではのお言葉で言ってくださってるのはとても私は本当に今日感銘を受けまして後ほど皆様にもあのオペラの映像をご覧いただこうと思ってるんですけれどもこの辺り次世代ってことも含めて中居さんどういうお考えが、ねあの。今回回のののいうか数回前か数前らやっっててるこのテーマのですねとこ そのもなんですよね、まあ、伊勢神宮の式年遷宮という20年ごとにお社が生まれ変わる常にねあの生まれ変わりながら脈々と続いている日本特有のですねこの素晴らしさ、まあ、そ,それ3,000円を目指すには多分そういうシステムしかないということなんですけどもでこの、まあ、そのことの気づきをずっと水ということで語られている。 もう平安の文学の専門家の方が3000年を思いオペラを書いたってことなんですけど群馬発祥なんですよねあのあのこのオペラがうん群文群群馬の文国民県民文化祭ですね国民,国民文化祭ですねそれで依頼をそれで、えー、実は足づくじに田ジ先生のこの話を紹介したら実は宗方系の 分社が全国に散らばっていますけれども、群馬が全国で2番だっつですね。もちろんあの広島の厳島神社も村方の神様のあの系列ということになるわけですけれども、群馬県と実はこの村方の付き合いがそれこそ多分大和朝廷時代からのものなんです。だから千年を超えたまあ1500年ね、2000年前 からのやはり、脈々としたお付き合い、たぶん DNA にすり込まれたようなことのなんとなくメッセージが今、ふつっと分け上がっているみたいな感じがしてこのオペラはそういう力強さを持っていいるんじゃないかと思いますやっぱり丹治さんはこの水というものに注目されたのにはどういう思いがおありなんですか。 あの水あの群馬県は首都圏にあの水を供給している県なのですねそれでこの群馬県からの依頼でしたのでこれは水をテーマにする,しかないすることが一番あのメッセージとしてあの首都圏にもそしてまた改めてその水の大切さをあの伝えるためには水が大事であろうとそのように考えました。 先ほども3,000年というのがありましたけれども、まあ、おそらく本当にグリーンランドの氷が全部溶けてしまったり、まあ、残念なことに西南極の氷が全部氷床が溶けた場合は、えー、グリーンランドだったら6 7メートル海抜水面が上昇してグリあの南極だったら6 0ルもあの上がってしまうわけですから海洋国家である日本のふるさとが。 もしかすると沿岸部がみんな水没してしまうかもしれない。それほどのスイッチを私たちの世代が押してしまうかもしれないっていう。今日はなんか？あの作家の先生と。それからあの長い時間とのお話を通じて、やっぱりそんな。 少し普段考えない五感を働かせながらこの村方の3日間の会議を進めていけたらとても有意義な会になるのではないかなということを改めて感じましたあのせっかくの機会ですのでこれからあのオペラ水地のダイジェストの映像をですね10分ほどご覧いただきたいと思いますぜひ皆様お楽しみくださいませこのままでは流していただければと思います はい、ありがとうございました。あの環境をテーマにした世界でも珍しいオペラ、水地をご覧いただきました。えー、そして今日、あの最初の提談、これにて終了させていただきたいと思います。中井様、丹治様、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。中井さんと、そして、 賢達さんの地球を一つの生命体、人間の体に例えての表現、今、生活習慣病ですとか、リバウンドに気をつけなきゃ、そういった表現も印象的でしたし、また丹治さんのですね軽井沢の自然の中での生活で培われた感性から生み出されたこのメッセージ性の強いオペラも大変印象に残りました、どうぞ皆様、お三方に大きな拍手をお送りください、ありがとうございました。 はい、それではご登壇くださいませ、えー、この後ですね。5分ほどの休憩を挟みまして、ちょっと中途半端なんですが、14時53分頃から次の定案を始めたいと思います。それまでにお席にお戻りくださいませ。 ローーータリーのネットワークで人と地域社会ががつななり大きな力を生み出します私たちはロータリー世界を変える行動人です100万人以上の会員が共に行動して素晴らしいことを実現します世界各地でリーダーが世代を超えた友情を築き地域社会の課題に取り組む困難なことも実現しています私たちと一緒に行動しましょう詳しくはロータリー .org をご覧ください たまれば響き合う笑顔のさんえ九州の魅力は人が作っている世界一の九州を作ろうキリンビール。